本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスの、戦国演武絆プレゼンツ桜ジェネシス2017両国国技館大会のメインイベントで行われます IWGP ヘビー級選手権試合の調印式を執り行いたいと思います。本日司会を担当します清野茂樹と申します。よろしくお願いします。さて、明日のですね、大会なんですが、試合開始は、4時となっておりますが、大変チケットの売れ行き好評でございます。当日券がもう本当に若干枚数となっております。明日は正午より販売開始となっておりますので、もう気になる方はですね、お早めにお買い求めいただきたいと思います。なおですね、チケットが手に入らないという方は、今ご覧の新日本プロレスワールドでお楽しみください。さて、それでは IWGP ヘビー級選手権試合の調印式、これより始めたいと思います。早速選手に登場いただきたいと思います。大会のメインイベントで行われます IWGP ヘビー級選手権試合の挑戦者、そしてチャンピオン両名が揃いました。コメントをいただきたいと思います。まずは約13年ぶりの IWGP 挑戦が決定いたしました。挑戦者の柴田勝頼選手からお願いいたします。柴田です。明日は、やっとたどり着いた両国です。春らしくね、すがすがしく、男らしく、正々堂々正面からぶつかっていきたいと思います。以上。はい、ありがとうございます。それでは続いてチャンピオンの岡田選手お願いします。はい。まあ、前哨戦では根性がどうだ、ゆとりがどうだ、お互い言い合ってきましたけども、まあ、下両国は強い方が勝つと思います。この春は、出会いと別れの季節だと思いますんで、こうやって新しい柴田さんというチャレンジャーと出会い、そしてこの IWGP ヘビーのベルトとは別れずに、またこのまま進んでいきたいなと思います。はい。ではお二人に伺いたいんですけども、まあ、このシーズンかなり何戦もほぼ毎日メインイベントで、前哨戦戦ってきましたけれども、このシリーズに入る前と、そしてこの前哨戦を終えてみて、今対戦相手のことをどういうふうに印象というか改めて伺いたいと思います。柴田選手から。まあ、印象は変わってないですね。はい。明日がようやく1対1、邪魔者が入らない1対1っていうシチュエーションになるんで、そこでの勝負ですね。はい。魂と魂のぶつかり合いをしたいと思います。ありがとうございます。じゃあ岡田選手。はい。そうですね、まあ、僕も前哨戦戦って、まあ、印象という印象はそこまで変わらないですけども、やっぱりこういうベルトかけて戦ったことない相手ですから、明日非常に楽しみでワクワクしています。じゃあ続けてもう一つ。はい。まあ、舌戦も非常に、注目されてはいるんですけども、改めてそうですね、お二人ともその選手として、対戦相手、まあ、マークしている部分、まあ、注意している部分などあればちょっと教えていただきたいんですが。マークしている部分というよりは、自分の中にやっぱり歴史、ルーツ、恩古知新という言葉がありますが、その古きを知り、新しきを知り、やっぱり大事にしたい思いでもあるので、それを新しいものがいい、今いいものがいい、それだけでそのリングっていうのは成り立ってきたわけじゃないんで、やっぱりそこには昔があって今がある、そういう歴史っていうものがある、そういうものをなんか
痛みで教えてください。ありがとうございます。では岡田選手。はい。まあ新日本プロレス今年で45周年ですけども、僕が新日本プロレス入ったのが10年前ですかね。その10年しか僕は新日本プロレス知りませんし、僕はどちらかというと昔がどうというよりも今のプロレスをやってますんで。しっかり柴田さんにはもちろん昔は昔でいいこともあるとは思いますけども、今のプロレスをしっかり痛みで伝えたいなと思います。柴田さんの記者ですけども、はい、まあ、シリーズ通したの、まあ、ファンからの期待というかアプローチ、はい、あと、まあ、中田さんも実際にサポートしたいと思いましたけど、はいはい、まあ、そのシリーズ通す中でその周りの後押しだったり感じる部分とか、そうですね、すごい感じました。いろんなその思いというか、あ、この人たちはこういうふうに思っているんだと、そういう見ている人だったり、まあ、一緒に戦っている選手だったり、そういう人たちの気持ちがやっぱり力になると思います、ね、期待に応えたいと思います、はい、柴田選手に伺いたいんですけども、はい、まあ、いろんなインタビューだったり発言の中で、まあ、岡田選手の中で素が出ていないと、仮面をかぶっているという発言がありましたけど、はい、改めてその辺について、まあ、その今前日を終えて、その上でちょっと伺いたいんですけど、まあ、そうですね、まあ、全て明日ですよね。俺も覆面をかぶっているようだって言われてるんで、明日お互い脱いで試合できればなと思います。あの会見では、まあ、今まで見たことのない岡田選手をという話もありましたけど、はい、その辺に、そうですね、自分が相手の試合なんで、岡田からしたら自分じゃなくてもう同じ試合というのはしたくないというか、自分の試合をしたいですね。まあ、そのあたり、まあ、その仮面をかぶるかぶってないという話ありましたけど、改めて岡田選手、その辺は、まあ、そうですね、まあ、僕は柴田さんはそういう昔ながらの新日本プロレスのなんか覆面をかぶってるようなイメージは練習でやってありましたんで、まあ、僕はそこまでも気にしないかなと、まあ、やっぱり、強い方が勝つと思いますし、まあ、その、まあ、柴田さんがレインメーカーのマスクがどうだとか言ってましたけども、まあ、そこも気にせずやっていけたらなと思います、ね、はい、それでは質疑応答以上とさせていただきます。では調印に参りましょう。調印書にサインを入れていただきます。まずは挑戦者の柴田選手からです。今年のニュージャパンカップを制して約13年ぶりの王座挑戦が実現する形になりました。柴田選手のまずサインを入れていただきます。続いてはチャンピオンの岡田選手です。今回が4回目の防衛戦という形になります。サインを入れていただきます。最後は立会人の菅林会長にお願いします。はい、それではサインが入りました。ではこの後調印書を挟む形でのスリーショット、さらには、チャンピオン、そしてチャレンジャーのツーショットという形で写真撮影を行います。